い、ということでテールズオブファンタジア続きやっていこうと思います。では前回からね始まったこちらの実況なんですが、自分の村が燃えてます。はい、でその中にはね、クレスの両親もいて、チェスターの兄弟もいてっていうね、この子たちが大丈夫なのかということで、じゃ戻ります。そんななあ、俺家を見てくる。そうだよな、アミー、わしも。ちょっと待って、扉が壊れていて中に入ることができない。何、ちょっと待って、小さな子供まで、一体誰がこんなひどいこと、誰か崩壊したのかこの村に。わあ、全滅。ちょっと待って、幸せの絶頂だった。うわー、このカップルも教会も入れない。父さん、パパ、クレス、母さんは無事か。ママはベッドで寝てたよな。父さん、何が起きたの。父さん、パパ、ママ、母さん、母さん、しっかり。クリス、逃げなさい。おじの住む北の都ユークリッドに。ユークリッド、おじさんが住んだよなね。あいつらはお前のペンダント。あいつらって誰、一体誰がこんなことを。父さんは、私が人質に取られなければ。母さん、母さん、ママ、目を開けてよ、母さん。クレスってさ、反抗期知らなさそうだよな。なんでこうクソババアとかってなんか言うようなこと想像できない。いい息子に育ったなぁ。でもなんか、この年で両親と別れることになるなんて、自分に当てはめようと悲しいわ。アミーは？チェスター。アミーも？チェスター、ここは危険だ。ユークリッドの僕のお家のところへ行こう。アミーや村の人たちを、このままにして逃げるっていうのか。俺は嫌だ。行くんなら一人で行け。お前一人でどうすんだよ。みんなを弔わないと、うん、俺一人だけでも。なるほどな。村を襲った奴らが戻ってきたら、殺されるかもしれないんだぞ。お前も死んだらどうするんだよ。すまん、クレス。それでも俺はチェスター、先に行っててくれ。あ、マジっすか。二人とも残るのは危険だ。俺は後から必ず行くから。本当に？ちょっとねえ、実は自分一人だけさ、このなんか妹を殺したやつをさ討伐しに行って、でチェスターも殺されるとか嫌だよ。だ、そういう展開。必ずだ。二人で必ず仇を討つぞ。あ、まあ大丈夫そうだな、チェスター。うん、大丈夫そう。あとか必ず行くから。はい。ゆっくりと先行ってるからな。アミーちゃん。アミー、せっかくマスコットもらったのに。いや、そう思うとね、ソシャゲでね、アミーが出てくるのはちょっと泣けるよな、なんか。あれ、ね、ここ、どうやってんの、ここ。もうお部屋ボロボロですな。わぁ。あいつらは、お前のペンダント。あ、そう、ママがね、言ってましたね。父さんがくれたペンダントを狙う奴ら。早くここから離れよう。うん。そうすれば、少なくともチェスターが狙われることはないはずだ。わ、雨だよ、悲しい雨だよ。母さん、父さん、
あ、そう、師匠は師匠。トリスタン師匠。ここも全滅？あれ、トリスタン師匠は？亡くなってるよね。あ、なんかあるんだけど、何これ。この剣は父さんのでも僕のでもない。もしかしたらここを襲ったやつらの。ナイツサーベル。装備できるかな？クレスさん。あ、いけるわ。あ、強っ。もらっときましょう。師匠もしかして裏切り者っていうかさ、悪の手先だったりしないって思っちゃったんだけど、師匠いないもんね。わあ、じゃあ行きますか。チェスターより先にクレスのおじさんのところに。スキッと出るかな。とにかくユークリッドに行こう。オルソンおじさんならどうすればいいか教えてくれるかもしれない。はい、母さんに言われた通りユークリッドに行ってオルソンおじさんに村のことを話そう。はい。なんか村みたいなとこあるユークリッドに行って。え、ある？町みたいなところ。あー、早くチェスター来てくんないかな。お、え、強いな。お、ナイツサーベル。ちょ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 、おお、強え強え強え。北の村村がないんだけど、あ、あれか。え、あれ、え、いや違うな。なんか見えたけど、北の方に挟まれちゃった。スペクタクルズ、あ、ライブラだよね、スペクタクルズって。あ、ここか。はい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 。ん、なんだこれは。石像か。こんなところに石像なんてあったかな。持ち上げるのは無理か。押したり引いたりするくらいならできそうだな。石像などの中に押したり引いたりすることのできるものがあります。自分の正面に石像が来る位置で丸を押しながら移動してみましょう。ほう。あ、なになに、行商人さんいる。アップルグミ、オレンジグミ。いや、買えねえな。てかあれか、このゲームもオレンジグミ高いのねって。そう、とりあえずなんか何もしないでちょっと先に進んでみるけど。ででででで、で、よいしょ。なかなかレベルが上がりませんね。あれ、これ何、ここ、ここなんだ、ここ。え、確かおじさんの家は北西の方だったな。おじさんの家こう、こうなんですね。あ、なんだ、なんか石像がどうとかって言ってたけど、なんか何もしないで行けたんだが。え、ちょっと待って、ちょっと戻ってみますね。え、なんか何もしないで行けたんだけど。あれか、あのアイテム回収とかするんだったら、あの石像動かしてなんかアーチャーコーチしないといけないんだな。あ、アイテムあった。あ、ライフボトルとオレンジグミ、やった。まだ続くのか、この道。ほいほいほい。ジャンプ。お
お金ちょっと貯まったかな。なんか防具とかあったら買いたいっすね。え、あ、でここに出るわけか。なるほどね。はい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 、ちょっとセーブしとこう。じゃあユークリッドの都に来ました。ではね、ちょっとお話聞いていくか。戦う時に気をつけるべきことを聞いていかないか。はい。戦場では自分の周りだけを見ていたのでは勝利はおぼつかないぞ。戦闘画面を広く見渡す方法として画面のズームがあります。戦闘中にスタートボタンでポーズをかけた後、四角を押しながら十字キーの上と下かで画面の拡大縮小を行うことができます。へー、そういうのもあるんだ。便利な雑貨や旅のカバンにグミ一つ、各種グミの求めはこちらで。ね、ここにもね、サブイベントがあるみたい。ちょっと目的地行く前にね、やっちゃった方がいいみたいなので、ちょっと先にやりたいですね。かつてミゲール殿、クレスのパパか、ユークリッド騎士団の団長を務めておられたと聞いている。その武勇はユークリッド大陸全土に響き渡って、轟き渡ってるか。一度お手合わせ願いたい。あー、ごめんなさい、もうパパはね、パパはもう天国にね行ってしまわれたんでしょ。ピルルルってね。あ、ブグやホーリーナイト寝てるんですけど。あの、すみません、すみません、ごめんなさい、すごく暇だったから。なんか買うか、防具。レザーハマーは今つけてんのか。チェインメール、え、今何ガルドあるんだ私。高っ。ウッドシールド、ラウンドシールド、レザーヘルム、レザーグローブ、盾つけるか。いい盾装備。さて、ちょっとランドシールドつけときますか。頭とかないのか。はーい、武器屋。おお、やっぱ私があれか、村で見つけたナイトサービアだっけ、あれ強いんだな。あ、なんかいるんだけど、ジャグラーさん。あ、こういうなんかすごいなんか昔の RPG っぽいわ。まあ昔の RPG なんだけど。すごいうまいね。あの人どうやったらあんなに器用なことできるのかしら。なんかこいつ見るとあれだな、あのスーパーマリオ RPG でさ、なんかこんなのいたじゃん。なんかあれ思い出すな。わーいわーい。僕もやってみたいな。ほうほう。なんかあのクラウンカジノ行くときになんかこいつをなんかミニゲームかなんか攻略しなきゃいけなくって、でなんか思い出してきたな。いや、スーパーマリオ RPG もまたやりたいな。あの人サーカスの人かな。なんでもいや、メロメロだって。パフパフみたいなもんか。あー、なんかグミとか食材とか武器とか売ってますね。へえ、武器やらないじゃんこの人いたら。つまんない、この人遊びに連れてってくれないんだもの。君と一緒にいられるだけで僕は、あー、夢のようだ。いや、たまにはね、ちょっとサービスしないと愛想尽かされちゃうよって。あ、また消えちゃった。ほほほ、蛇口とは面白いものじゃの。もしかしてジャグラーの間違いじゃ。そういえば数日前にオルソンの家に騎士が出入りしていたが何だったんだろうかの。ほう、オルソン師匠の家、なんかここっぽいな。ここっぽい。宿泊ならここ宿屋さんか。100年以上続いている歴史ある宿屋ですぜ。お泊まりっすね。いや、いいです。ジュニガード、ちょっとなんか妙に高いな。どいてどいて、今掃除中だからね。私ここへパートタイムで働いているの。宿屋って結構稼げるのよね。あ、寝てる人がいる。ちょ、女の子通してくれんかな、ここ。よしよしよし、客室に失礼しますよ。寝てる、しかも目を開けながら、器用だな。ちょ、添い寝するか。添い寝、なんか添い寝してるように見えないこれ。いや、もうほんと今日も寒くってさ、こたつ導入しましたよ、ついに我が家こたつ。なんかこたつにさ、なんかぬくぬくしながらさ、なんかネットフリックス見の超なんかあの快適とか幸せを感じていいっすわ。なんか南の方に真っ黒な雲が立ち込めておったの。にわか雨でも降ったか。
え、オルソン師匠ね、どこ？兄ちゃんもしかして見習い剣士なの？あ、見習いがなんだ、もうバカにしてんのか。どっち、あ、じゃあちょっとあの先にサブイベントやっちゃうか。ね、サブイベントはね、なんか食材店で起こるみたいなんですけど、食材店がどこって感じなんですよ。ここか？間違ったらやだ。いらっしゃい。どうしたのお客さん。あの、そこのプッシュベイビー。え？なんだなんだなんだ。プッシュベイビーってこれ何？あの、タヌキみたいな感じ？また雑貨屋のペットね。またこいつの間に入り込んでいたのかしら。あ、料理のことについて聞いていきませんか？はい。食料単体ではほとんど意味がありません。料理して初めて十分な効果が得られます。食料を複数種類持っていれば、それを組み合わせて大きな効果を得る料理を行うことができます。あ、もうあれなんだ、ファンタジアの効果は料理ってあったんですね。料理は全員の HP、TP を回復したり、バッドステータスから回復するなどの様々な効果があります。食料単体を使用した場合の効果は次のようになります。ほう、HP1% 回復、野菜。TP1% 回復、フルーツ系。あ、魚、やっぱりなんか、あの、肉は強いな、肉は強い。入手した食料を売ることができませんので、料理なので活用しましょう。はーい。で、この人に話しかけ合ったなんかね、レシピもらえるみたい。あ、ワンダーシェフみたいな感じか、この人。あ、来た！ロールキャベツ。これが欲しかった。プッシュベイビーのね、イベントはね、まだありますね、続きは。だから時間経過が、あ、来た来た、買い物、買い物。ここはプッシュベイビーのイベントの続きみたいなんですけど、どうされました？さてと、今夜のおかずは何にしようかしら。ん？腹減ったなぁと。どんどんお客さんが入ってくるな。噂話を一つ。ユークリッドの独立騎士団から部下を引き継いで離反した男がいるらしいよ。あくまで噂だけどね。あ、女の人出てっちゃった。あ、出て、また入ってきた。お、また来たぞ、お客さん。今夜のおかずは何にしよう。あ、どんどん増えてくるな、お客さん。この都は物に不自由せんからいいところじゃよ。昔は何もない荒れ果てた土地だったんじゃがな。お、おばはんビールくれ、ビール。今度なんかビール飲みに来た。酔っ払いが入ってきたな。これね、全部ね、時間経過でね、人が入ってくる。で、まだね、誰か来るみたい。プッシュベイビーを捕まえて。あ、こいつね。はい。え、なに、逃げられましたじゃないよ。あ、よし、ふう、捕まえた。ほら、もう行き、もう悪さすんなよ。本当にありがとうございました。そんな大したことはしていませんよ。お、ミルク。まあ、こんなイベントだったわけですよ。あ、いや、ミルクここで買えないんだ。へぇー。買えない食材をくれましたね。ありがとうございます。さて、じゃあ、行くか。お師匠さんのお家。ここは？普通の民家かな？あら、こんにちは。あ、ここか、目的地。はいはい。いませんか。おじさん。クレス。おじさん、おばさん、お久しぶりです。クレスも元気そうで何よりだ。ところで悪い噂を聞いたのだが、トーティスの村が襲われたというのは本当なのか？本当です。本当です。父さんも母さんも。そうか、それじゃあ噂は本当だったのか？噂？ええ。クレス、そう気を落とさないでね。しばらくこの家に泊まっていくといいわ。ありがとうございます。ご迷惑をおかけします。気にすることはないよ。あ、噂ってあれか、
トーティス村が襲われたっていうことね。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。あ、お風呂沸いとるやん。これしばらく入るとさ、なんかクレスの顔赤くなってきたりとかしないのかな。クレス、疲れているんじゃないか。もう休んだらどうだ。ちょっと待ってね、遠慮することはない、休んでいきなさい。え、ちょっと待って、あ、はい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 、よかった。クレス元気出してね。オルソンおじさんの家、なんかアイテムないかな。あ、結構立派なお家にお住まいなのですね。私ここがおじさんの家だって思ってた。ママ早くジャグラー見に行こうよ。じゃあ休むか、大体見ましたね。おじさん、あ、いたいたいた。クレス、もう休んだら。はい。その夜、ん？おじさん？え？え？なに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 ？あ！おじさん、これは。お前、通報したな！じゃねえよ。え、ペンだと思ってるのをチクったな、お前。すまない。すまないじゃないよ。こうしなかったらわしらは愚か。何？ユークリッドの都がトーティスの二の舞になってしまうんだ。許してくれ。さあ、おとなしく我々に従ってもらおう。え、さっさと歩け。ペナントも取られちゃうんじゃ。あ、おじさん、お前自分の甥っ子って心が痛まないのか。まあでも、クレス、すまん、村滅ぼされるって言われたらな、本当もう難しいよね。でもまあおじさんがそっち選んじゃうのは分かんないこともないからな。なんだ、まだ何か用か。え、何何何、まさか。あ、まさかじゃおじさんやられる、ここで。悪く思うな。あ、やめろ、やめてくれ。ああ、アミ、人が来る。また来たのか。もうこの村には何もねえぞ。今お前の仇を取ってやるからな。え、竜王とか出てきそう。ゾーマとか。ミゲールの息子を捕らえてきました。ご苦労。貴様のような若造が持っていたとはな。村を襲ったのはお前だな。だとしたらどうだというのだ、弱き者よ。あー、やっぱ取られるよね。返せ。このペンダントはもらっておくぞ。おい、この若造の武器を奪って牢に入れておけ。あー、いつものテイルズ。主人公が牢屋に入れられるっていうね。ベルベットもあったもんね。これでついに。アルフェンも一番最初、まあ牢屋に捕らえられてたようなもんだもんな、まあ、あるあるだよね。なんだあれは。
よし、入れ。もたもたするな。長生きしたかったら、あ、かわいそう。おとなしくしていることだな。くそ。あー、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。セーブができない、くそ。はい、ということで、じゃあ次回は牢屋からのスタートです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。おじさんに裏切られ両親は死にっていうね、ちょっと散々なスタートですね。